はい、たくまんです。今日は久々の英語の手元動画出していきたいと思います。去年もね、センター英語の手元動画、あとはマーチ英語とかもね、いろいろ出してきたので、まだ見てないよという方は1年ほど前のね、昔の動画になりますが、確認してみてください。で、手元動画っていうのは僕がですね、解いてるところをノーカットで、お見せしまして、皆さんそれを参考にして、あ、こういう風に読んでるんだなとか、こういう風に答え導いてるんだなみたいなのをね、ちょっと見て参考にして自分の解くときに活かしてほしいという、そんな思いから始めたものです。で、今日はですね、2019のセンター英語第6問を解いていきます。で、まだね、最新のものなんで解いてないよという方はですね、解く前には見ない方がいいと思うんで、解いてからこれ動画見てみてください。で、今日第6問で、これからですね、第5、4、3、2とこう遡っていく形っていうのは、以前動画でも言いましたけど、解く順番、僕は6から解いていくっていうのをね、おすすめしてますので、その順番で出していきます。で、これも以前の動画で言いましたけどもね、時間配分についてということで、第6問はだいたい15分を目安に解きましょうという話もしました。ですので、今日もね、喋りながらなんでちょっとオーバーするかもしれませんけれども、これ目安に頑張っていきたいなというふうに思います。さあ、それではいきます。用意スタートです。で、まず第6問は見るべきはここですね。最後の問題、ここめちゃくちゃヒントになります。というのは、これ全ての段落をそれぞれね、要約してくれてるわけですよ。だから順番はこの段階では分かんないにせよ、ここに書いてることは本当要約してくれてますから、めちゃくちゃ大事なワードになってくるという文章になってくるということです。で、最初見ていきますと、人とか動物とかですね、車かによって道ができましたよという話、そして次が場所から場所にフライですね、飛べるようになったということで、そんな道も発達しましたよ。それから、インフォメーショントランスファー。情報がね、行き交う。情報交流。それがグローバルのパスの道です。情報の道ができたと。そして最後は、旅行とか、物運んだりするのにね、船の航路っていうのが始まったっていう話をしてます。で、これ見ていくと、やっぱりこのロードとか、ウェイ、それからパス、レーンって、これ道ですよね。航路。ね、これが一つ。重要なキーワードになってくるっていうことと、もう一つは、あとはこれフライ。そして、ここだとまあインフォメーションか。で、これシップですよね。で、これは車でしょ？車とか、まあ、歩いたりとかでしょ？っていうことを考えると、まあ、これ例えば車で、飛行機で、情報か。で、最後は船。って考えると、これ順番に発達してできた年代を常識的に考えたら、車が最初、その後船があって、で、飛行機が作られて、今情報化社会になってるっていう、こういう順番になるんじゃないかっていう、まあ、考えよければここまで予想できるかもしれませんが、これが合ってるかっていうのも検証していきましょう。さあ、では最初に最後の問題を見た後は、普通に設問見ていきます。まず、下線部引かれてて、その意味を答える。そして、パラグラフ2のところで何が語られてるか、正しいものを選びなさい。で、3段落で、江戸の例が出たのはなんで、それから5段落で道ですね。道について何と言ってますかっていう問題です。で、第5問が主題ですね。メインポイントを聞かれますよという問題です。さあ、それではやっていきましょう。第1段落、イントロダクションですね。森の中の、フロムが来たらちょっと意識していきます。これ聞いてね、森の中の側の静かな小道から、町のうるさい道までね、人々は多くの道を作り出してきましたと、いろんなところでね。で、今私たちの周りにたくさんありますけれども、これを使うことは社会にとってほにゃららですって言ってます。これはもう重要なっていうような意味ですね。インポータントとかね、なりますので、それを確認していくと、この中で言うとエッセンシャルが正しいということになります。まあ、これ分からなくてもちょっとその後見ていきましょう。分からなかったとしても、大体わからないのが来たりするんでね、難しい単語がね。これらの道っていうのは人々を移動させるようになって、情報とかもね、移動させるようになりましたと。早く、安全にね。で、歴史を振り返った時にですね、これは have been important ですから、今も重要なわけです。ね。これが現在完了になってます。今の日常生活でも非常に重要。で、ここで重要っていうのが出てきました。善意っていうのが the root ですね。ザルートのことですね、ここはね。ということは、これインポータントここ一緒な意味です。ということで、結局エッセンシャルにたどり着けるというようなことにはなってます。で、第2段落、じゃあその歴史を振り返ってやっぱり見ていくわけですね。ということで、ここで何か語られるのか見ていきましょう。はい、最初はですね、自然に道ができたというふうに言ってますね。形成されましたと。で、長い月日をかけて
人々が、いわゆる、で切れてますね、人々が旅行して行き交ったりして歩いたりとか、あと当時馬ですね、馬に乗っていろいろしてる間、固められて道ができたわけですね。で、大きなターニングポイント、この歴史の中で。で、アライブルが V ですね。大きなターニングポイントっていうのは、When the first 最初の車輪付きの車が登場した。これがきっかけになったと。はい、どういうことかっていうと、これが起きてから、人々というのは、より整備されたルートっていうのの重要性に気がつきました。したがって、街とかタウンとか、いろんな国は、ゼムって何ですかっていうと、ここは、ここですね。Well maintained routes っていうのが大事だということで、街を繁栄させるために必死に道を整備したということです。で、その結果、はい、非常に生活というのは便利になりました。いろいろありました。ね、文化も広がりました。ということで、ランドルート、つまり陸上の道の大事さっていうのは、はい、非常に重要だになってきたよね。特に車ができてから。そりゃそうだよね。今の車道とかさ、めちゃめちゃ整備されて綺麗です。それはやっぱり移動を豊かにしたわけです。ということで、ここまで読んで第2段落です。はい、何が正しかったかっていうことですね。これを見ると、最初のルートはクリエイトバイ人によってトラベルバイウィールドカーズ。ちゃうよね。最初は歩いてたり、馬だったよね。だったから違います。で、次です。人々の最初のルートっていうのは、フォローザグロー、街や、都市ですね、の成長によって起きた。これ逆ですね。フォローミーとかってありますよね。フォローミー、曲もありますが、フォローミーってありますけど、フォローミーっていうのはついてこいということですからね。あなたが私についてくる。だから、あなたが私についてくるってことは、こっちが先なわけです。こっちが先なんで、こっちが後ですから。いつか。これ逆ですね。だって繁栄したのは、道ができて繁栄したんでしょ。これ逆ですからね。このフォローの取り方を間違えると、これ選んじゃう可能性高い。違います。はい。真逆なんで、もう全く逆です。で、デベロップメントランズルは、プログレスインメニーエリアオブソサエティ。いろんなところを発展を生んだ。これはまさにそうですね。これがこれの逆を言ってくれてますね。2の逆を言ってます。で、発展は結果的に車を発明させた。それはわかんないね。それはわかんない。車ができてよりやっぱり重要になったけど。ということで次いきます。第3段落で江戸時代の、例が出てくるということなんで、それも頭に入れて。はい、読んでいくと、はい、オンウォーター、ここ来ました。これ船やろうね。これ船のことやろうね。それでいくと、ここがやっぱ車のことやろうね。はい、で、船並びやね。あと飛行機と情報がありましたよね。はい。リバーとか運河っていうのは、めちゃくちゃね、効果的な道だったと。物を運んだりね、人移動するのに。例えば、はい、例えばということで、ここでちょうど江戸時代、はい、江戸時代が出てきた。なんで江戸時代を出したのか。そりゃ、めちゃくちゃ便利だったからですよね。めちゃめちゃこの航路、海とか運河を使う移動っていうのがめちゃくちゃ便利だったから、価値があったから、例えばってことで、江戸でもこんなものがいっぱい運ばれてたんですよね、みたいなこと、活用されてたんですよ、っていうのが言われます。ということは、それが理由ですよね。この後読まなくてもわかります。読んでみましょう。難しさ。道を作る難しさ。違うよね。便利だよ。海とか、航路も便利だよ、っていうのを言いたい。ね。The fact it was important city. めちゃくちゃ、江戸というのが大事な都市だったってことを言いたい。違うよね。海の航路が、ルートが大事だった。Playing the use of water routes. で、along the coastline. これ海岸線ですね。海岸線。海岸沿いか。海岸沿いね。移動するために、ウォータールートが使われた。違うよね。これ違う。それよりも、はい、やっぱこれですね。important role。やっぱり海の道っていうのはめちゃくちゃ大事だよ。それ重要だよっていうことを言いたい。これだけでもわかる。予想がつきますからね。こういう文章っていうのは、その先を展開を見ながら、見ていくっていうのは大事です。で、実際に見ていきますと、使われたどんなところに、農作物を運んだりとか、いろんなものを運んだりとか、で、経済も支えましたと。で、人々は、ルートアクロスですし、海にも出ていったということですね。そりゃそうですよね。で、海に出ていった時に、はクリティカル、ここはウィッチなんで、カッコですね。はクリティカルだったよ、ということで、ナビゲーションオブシップス、特に、the day when mainly, はい、特にあの、風の影響をね、受けた時っていうのは、その航路、どこを通っていくかっていうのは非常に大事だった。
クリティカルっていう話で、こういう海のルートも使うことで人々はいろんな長い距離ね、行き来できるようになりましたっていう話をしています。それまでは、はい、ここ関係代名詞ですね。関係代名詞で前半のプレビアスリー、それまでは行けなかったところにも行けるようになりましたということです。はい、でいろんなルートっていうのが、たくさんルートっていうのが生まれまして、で結果的にいろんな交換ですね、ナチュラル資源だったりとか物とか思想とかっていうのができるようになりましたよっていう話をして、This it helped city and town、 これはまあ、結果的にはですね、町とかシティっていうのをタウンかっていうのを発展させましたよ。要は全部発展してきてますよね。まずね。で次です。次は第5段落の問題なんで、第4段落も設問気にせず読んでいきます。はい、人々は今度はスカイ、はい、ここで飛行機でした。合ってましたね、あの予想がね。ということで見ていきますが、飛行機が発明されて以降、このルートっていうのは人々に本当に長い距離簡単に行けるようにしましたよね。 SVOC になってますよね。 Made it possible ですね。で、一番のルートは such as wind and air、 これ気流とかですね、風とかのコンディションによってで、まあ、左右されるんだけど、ベストな道を見つけました。で、結局人々はどうなったかっていうと、安全に快適に、旅行できるようになった空でね。で、本当に短い時間で行けるようになりましたよ。で、実際、これ以前動画でも出したと思うんですけど、実際っていうのはこれデータ出す。実際どれぐらいになったんですか？はい。具体例出ます。はい、人々は、例えば1時間。これもう、はっきり読まなくてもいいですね。説明にもなってないんで。とりあえず短くなったよ。ここ、流し読みする部分ですね。はい。そして、このスカイのルートによって、できたことによって、多くの人々が今でもなお、世界中をですね、観光とか、友達に会いに行ったり、ビジネスで行ってますよという話です。はい。そして、今日、第5段落は見ています。第5段落は何だったかというと、道について何て言ってますかっていう話です。説明ね。で、今日新しいのが出てきました。はい、それインターネットです。情報ですよね。これはエレクトリックインフォメーションですよ、ということです。で、これを使えばですね、人々は簡単に情報を手に入れられますよ、ということですよね。まあ、本だったりとかね、コミュニケーションも、今スカイプとかでね、できるわけですから、そういうのができるようになりましたと。で、また、一度にね、アットワンス、一度に多くの人にメッセージを送るようなこともできますよと。で、あるスタディ、これ実験ですね。はい。具体例出ました。ここは流し読みして OK。はい。これ、いちいち考えなくていいね。の人、とりあえず多くの人が、の半分は、ね、全人口の半分らしい。これはね。ウィッチ、カッコ、これカッコでいいね。というのがアクセスできていると。そのすごい数ですよね。で、このアドバンス、これは進むことで、まあ、モアがあるんでね、アズに連れてっていう意味になりますね。多くの人が、情報を得てますよ、っていうことですね。はい。じゃあ、どういうこと言ってますかっていう設問に進みたいと思います。はい、まず一番見るとルートは、まあ、おそらく世界において見えない道として考えられるだろうということで言ってます。まあ、確かに情報なんでそうですよね。ちょっとこれ保留ですね。でも、クリティカルな感じではないけどね。インフォメーション、デンジャラスとは言ってないよね。別に、それについてはここについて何も言ってません。はい。そして今度ここは基本的な機能っていうのは、低下してる。そんなことないよね。Importance difference kinds of route は same。いろんな異なる重要性っていうのは一緒だよっていう、これがちょっと微妙ですよね。情報っていうのはまた今までのとは全くむしろ違うわけなんで、っていうふうに考えると、まあ一番でしょうね。見えない道ですよね。ここで言ってるのは情報だけ。今までは明らかにその飛行機が通ると、道とか船が通るところでしたけども、これに関しては違いますからね。はい。ということで1番でしょう。もっといいなんか選択肢もあったような気がしますが。はい。そして最終段落いきます。で、人々がいる以上をですね、この道っていうのはどん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 繋がっていくということで、not only A の後の but also の方。こっちはどうでもいい。この後が大事。はい。コミュニティとかエコノミーとかカルチャー。っていうのを育ててきましたよ、ということで、ルートっていうのは非常に大事な役割を果たします。
インザディベロップメント、そして、人の発展にとってですよね、ということで、まだ知られてない道っていうのがね、将来これまだまだ発展していくんじゃないかと、発展させてくれるんじゃないかということですよね。まだまだこの先、今度は情報に次ぐ新しい道生まれるんじゃないですかみたいな話で終わってます。で、設問はここまで解いてますので、で、これもまんまこれでよかったですね、この通り1423です。1423ですね。で、ここです。じゃあ主題は何ですか。はい、メインポイント、道ってめっちゃすごいよね。人類の歴史を振り返った時に、最初ありましたね、なんか人類の歴史を振り返った時にそれは大事だ、結局これですよ。これも言ってたし、最後も締めくくりもね、なんかそんな話だったじゃないですか、結局ね、っていう全部のやっぱりそこなんですよね。繋がっていくの道があるからこそ、我々の文化とかさ、経済とか回ってきたという話を各段落でもしてましたから、それを選べばいいと。Human kind の first created various types of convenient route on land。 最初は、うん、確かに人っていうのはね、ランドに作りましたよ、道をね。いろんなタイプのか、ここはまず怪しいというと、これが主題ではないよね、別にね。一例でしょ。Improvements in transportation have come at a great cost。 めちゃくちゃコストがかかる、そんなこと言ってないし、主題でもない。テクノロジーっていうのは、Opening up routes around the world。 技術の Opening up around the world。うん、これ違うよ、ね。だって道がすごいってことを言わないといけないから、その後見たら、Advance of Humanity は、デベロップメントブルート。これですよね。道が発達することで、どんどん人間の発展っていうのも進んできました。助けてくれたわけです。というわけで、これ。もうこれは間違いなさそうですね。はい。ということで、ちょっと15分過ぎましたけど、まあまあまあいいでしょう。はい。では、ちょっと簡単に。採点の方をしていきたいと思います。答えが第6問なんでここですね。ここからなんで23414があって23414があって最後1423で、これで1つということで、問題なく36分の36ということで、評論ですよね、最後に来るのはね。これは非常に予測ができます、今みたいに。この先これが書かれるだろうなっていうのを予測できたりとか、最初にやっぱり最後の設問を見ておくっていうのは何より重要なんで、ちょっと解き方と読むスピードだったりとか、どういうところで強弱つけてるのかっていうことも含めてね、参考にして解いてみてください。それではまた次の手元動画楽しみにお待ちください。バイバイ。